江戸川脇です。さあ、今日はですね、池袋にやってきておりまして、何でも肉ががっつりいただけるステーキもあり、骨付きチキンもあり、肉好きにはたまらないお店があるということで、ミートチョップスさんにやってきました。このね、外観がちょっとこう隠れ家的なお店になってるんですけれども、看板がこちらでございます。土日祝日は16時からオープンするみたいですね。で、今日は仕事仲間と来てましてですね、なんか僕がもう肉好きなの、あと YouTube やってるの知ってますんで、わざわざお店を予約していただいてありがとうございます。よろしくお願いします。ここかなりお肉好きにはたまらないと。そうですね。ということで、ということで、池袋は東口にありますミートチョップスさんで肉をたらふく食べていきたいと思います。行ってきます。なんかもうこれクリスマスモードじゃないですか。そうですね。今日11月の17日です。あれ1ヶ月以上あるんですけど、もう店内クリスマスモードっ独身野郎の僕からしたら答えるなと。あ、いい匂い。こういうお店だから今日は顔拭かないでおきます。いつもガンガン拭いちゃった。ゴシゴシ。いつもガンガン拭いてます。ちなみにあのこちらのミートチョップスさんは看板メニュー見たことある？さっきの骨付きの。あ、そうですね。なんかチキンがあるんですね。チキンが1本99円で最大99本まで頼めて、はい、まあ、一口サイズの。そうです。あと目の前でなんかチーズを焦がしてくれる、はい、ミートチョップとラクレットチーズをかけてミチョレットっていう。でこのね、ミートチョップスは面白くて、お店ってあのウェルカムカードみたいなのってあるじゃないですか。バナナなんですよ。で、しかもワッキー TV って書いてあるんですよ。これ予約したんですか？そうです。お願いしました。このウェルカムって書いてあるんですけど、今年のキャベツですね、はい、自家製ダレかかってまして、はい、おかわり自由なんで、背の時はおかわり自由なんで。おかわり自由ですか？はい。じゃあ乾杯でーす。ありがとうございます。じゃあ乾杯。これなんか面白いグラスなんですけど。あー、ちょっと最近あのカロリー気にしてて、ちょっとハイボール、ハイボール今日は。ちなみにこのバナナなんですけど、まあ、食べてもいいし持って帰ってもいいし、デザートのお店の人に言えばキャラメルチョコレートクランチバナナにしてくれるみたいです。野菜不足ここにはたまらないですね、もうこれ。燻製だよ、美味しいです。低温調理の牛タン刺しと牛ハツのたたきをお持ちいたしました。はい、こっからもう肉が始まってますね。はい、まずはタン刺しですか。美味しそうです。いいですね。うん、うまいですね。タン独特の食感といいね、ものすごい柔らかい。初刺し低温調理で、うん、うまい。うん、またちょっとタンとは違った食感で、うん、全然臭みないですね。そうですね。うん、タレも美味しいです。タレも美味しいです、ね。いや、いいですね。うん、なんかここのお店女性にかなり人気だということで、人気でいいですね。女性のねお客さん多いですね。うん、ミートチョップスさんの、まあ、看板メニューはなんか何個かあるんですけど、そのうちのこちらが一つみたいで、チキカラチョップス。衣に味がついてて4種類あるんですけど、今回このディップもあって。うまそう。
まずはスタンダードの味をいっちゃいましょうかね。うまっ、うん、おいしい。ここもサクッとしてて、お肉すごいジューシー。これ結構肉汁出てきますね。そうだね、そんなに大ぶりなお肉じゃないから、女性の方とか食べやすいですね。うん、うん、うまい。どちらかというと、ちょっとこれビールの方が合うかもしれませんけど、アルコールが進んでる。これがあのホットスパイス。うん、後からピリッときて美味しい。うん、次はチーズ味。うん、なるほど。衣に粉チーズというか骨付きチキンのチーズ味っていうのが初めて食べましたね。急にこのチキからチョップス頼んでからグイ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 ペースが速くなってくる。もうなくなりそうな相性いいですで最後はカレーでございます。これ絶対うまいでしょ。もう運ばれてきた瞬間からやっぱりカレーのいい香りがね。うん、うん、僕はでも4つの味食べましたけど、カレーが一番楽しいかな。これカレー味はご飯食べたくなっちゃう。そうですね、また飯かって言われてますね。レッドチェダーチーズディップっていうのは、これプラス150円です。あー、これはうまそうだな。このチーズディップうまいですね。これうまいな。あ、目の前でチーズを焦がす。はい、うわ、ちょっと待ってください。うわ、すごい。しっかりと焦げ目をつけていきます。固まりやすくなってしまうので、お早めに召し上がりください。はい、こちらも看板メニューとなっておりまして、焦がしチーズのなんちゃってミチョレットという、目の前でバーナーで焦がして垂らしてくれるっていうのはね、まあ、演出でいいですよね。チーズ濃厚だな、これめちゃくちゃ美味しいです。バケットも入ってまして、全部2個ずつ入ってますね。ブロッコリーがいっぱい入ってますけど、これデートにいいですね。うん、ソーセージがね、うん、いいですね。うん、皮パリッとしてて、なんかジューシー。ちょっとこれチョリソーっぽいな、辛みがあるソーセージ。辛いですね。皮付きのポテトもいいですね。うん、おいしい。うわー、ちょっとすごい来た。天空のブドウ狩りスカッシュ。はい、上に綿菓子乗っかってまして、はい、そのまま召し上がってもらってもいいですし、はい、ドリンクの中に一緒に溶かしてもらって、はい、飲んでいただいても、はい、召し上がります。ではお次させていただきます。はい、こうしたらごめんなさい。すごいな。うわ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 。天空のブドウ狩りスカッシュは飲みたいタイプ。はい、私がいただきます。で、僕はこのなみなみなんですけど、これもう飲もったらこぼれちゃうので、ちょっともうまず口持たずに口でちょっと飲まないと。ごめんなさい、ただ39歳のおっさんがなんかもう変な映像でした。綿飴だけいただきました。あ、綿飴はなんかまずかったですよ。意外とこの人参が美味しいです。うん、甘くて美味しい。甘いんですよ。うん、出しました。うわー、すごいな。串ですね、8本盛りですね。豚バラ、おろし、ポン酢、串、食べていいということなので、はい、まんまとすみません、いただきます。これを外して、1本にして、なんです、
うん、うまい。豚バラの脂が甘くて、ロースポン酢がいいですね、さっぱりしてて、うん、結局箸で食べちゃって口焼きなのに、うん、次は、ね、自家製ハンバーグ串というやつ、うまっ、うん、これこそまさにご飯食べたくなっちゃう、うん、合いそうですね、すごいお肉粗挽きで美味しい、うん、すごいハンバーグがすごい美味しい、これ本当ただの串焼きの店じゃないよこれ、ボリュームが半端じゃないです、すごいですね、うん、とろり半熟卵の肉巻き串、うん、これは椎茸ですね、うん、旨味がすごいねこれ、うん、次はアボカドの肉巻き串、うまい、うん、うまい、ネギが甘いな、うん、最後はトントロ串、うめえ、油がすごい乗ってるねこれ、最後締めに石焼きビーフガーリックライスというのがあるんですよこれはたまらないじゃないですかこれ、牛ハラミを贅沢に使ったガーリックライス、ネギかけたってじゃないですか、はい、このまま待っていただいて、ここで作っていただいてもいいですし、すぐ召し上がっていただいてもいいです、ニンニクの香りがすごいですね、やばいなこれ、あ、うまっ、うん、おいしい、自家製のガーリックソースが米に絡んですごい、うん、めちゃくちゃうまいこれ、これうまいね、締めに最高、締めに最高っす、うん、うまい、牛ハラミ、柔らかいですね、うん、ハラミうまいね、うん、ケビができちゃってますよこれ、うわうわうわ、やばこれ、これはやばい、タイムセールということで、こちらのパフェ、はい、絞りたて、もりもりクリームのモンブランパフェです。こちらはなんとワンコインでお提供させていただいてまして、500円、そうです、今だけのお時間限定のサービスになります、よかったらどうですか、ちょっとせっかくだから、そうですね、ちょっといただいてみましょうか、いただきましょう、ちょっとこちら、掛け声がモリモリ、モリモリで、はい、せーの、モリ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 マナモルモリ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 、そんなにありがとうございます、すごい、なんかこれは日替わりなんですか、そうですね、前は日本酒やったりとか、日本酒もあるんですか、あとこの前はドンペリ、ドンペリ、すごいな、あまず上のクリームをちょっと避難させておいて、ちょっと手を押しちゃいますけど、はい、ちょっとすいません、手づかみでちょっとついちゃってるんでいただきます、パンプキンクリームが甘い、でも甘辛くなくてさっぱりしてて、このスイーツ専門店みたいな感じですよね、このクリームが美味しいですね、これワンコインはすごいです、これでワンコインはかなり安いですね、よかったらバナナをデザート風にして、はい、しますか、これですか、はい、はい、あ、いいですか、はい、でこれデザートにしてもらいます、中の方には生クリームが入ってます、生クリームとベリーソースとかぼちゃのこのクリーム混ぜるともっと美味しくなりますよ、このクリーム美味しい、このかぼちゃのクリーム持ってかれないですか、すごいさっぱりした甘さですよね、お別れが寂しそうだな、え、何ですか、
池袋にありますミートチョップスさんでお肉料理ね、いろいろ堪能しましたけれども、とにかく大人気店で、僕たちが入ってからもね、どんどんお客さんが来て、やっぱこう女性のお客さん多いですね。お肉も美味しかったですし、とにかくあの串盛りに関してはもうボリューミーで、もうかなり味もそうですけど胃袋も大満足ですね。で最後あのお客さんで一人バースデーの方がいらっしゃって、急に電気消えてびっくりしましたけど、だからやっぱりこうね、演出とか来てるお客さんを楽しませようみたいな、最後のあのワゴンのスーツなんかもそうですけど、料理だけじゃなくてこう目でもね楽しめるという、まあ、そういったお店だったんじゃないでしょうか。でお店の場所が JR 池袋駅東口出て徒歩 3,4 分の場所にあります。もう目の前があのサンシャイン通りとかが走ってるんで、まあ、池袋来ればかなりアクセスしやすい場所なんじゃないかなと思います。ぜひ池袋に来て美味しいお肉料理食べたい方はミートチョップスさんで飲みに食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは、さっきのバナナがこういう形に変わりました。これ無料でやってくれるのは嬉しいな。